伊藤博文の政治的影響力について。イントロダクション。この動画では、日本の初代内閣総理大臣である伊藤博文の政治的影響力について、対話形式で掘り下げていきます。ずんだもんと四国メタンが登場します。伊藤博文の政策。伊藤博文って何をしたのだ？伊藤博文は、日本の近代化を推進した政策を数多く実施したの。特に、日本初の憲法である大日本帝国憲法の制定、また内閣制度の確立を行ったの。これらは日本の政治システムの基礎を築いた大事な要素なの。それってどういうことなのだ？大日本帝国憲法の制定によって、日本は立憲君主制という政治体制を取ることになったの。それから内閣制度の確立によって、行政の一元化が実現して、政策決定の効率化が図られたのよ。それはどんな意義があったのだ？これらの政策は、日本が近代国家としての地位を確立するための大事な一歩だったの。特に憲法の制定は、国家の法体系を明確にして国民の権利と義務を定めることで、公正で公平な国家運営を可能にしたのよ。彼の影響。どんな影響があるのだ？例えば、憲法制定によって私たちの生活は法によって保護されて、法によって制約されるようになったの。それから内閣制度の確立によって、政策決定が迅速に行われるようになって、国家の機能が向上したのよ。それは今の僕たちの生活にどんな風に影響してるのだ？私たちが享受している多くの権利や保護は、憲法によって確立されたものなの。それから政策決定の迅速さは、社会の変化に対応する政府の機能を保障して我々の生活を支えているのよ。その遺産。今でも彼の影響があるのだ。そうね。例えば、日本の法律制度や政治制度は伊藤博文が築いた基盤の上に構築されているの。それから彼が推進した教育改革は、日本の学校教育システムにも影響を与えているの。それはどんな影響なのだ？法律制度の面では、日本の法は大日本帝国憲法をもとに作られたものが多くて、それが今の法律の基盤になっているの。政治制度の面では、内閣制度は現在の政府の運営の基本になっていて、政策決定の効率化を実現しているの。教育改革の面では、伊藤博文の考えた教育の理念は現在の学校教育の基本になっているのよ。それはどんな形で見られるのだ？法律制度の面では、私たちの生活の中の多くのルールや規制が大日本帝国憲法をもとに作られた法律によって決められているの。政治制度の面では、政策を迅速に決定していて、実行する能力は内閣制度が確立したことにより可能になったの。それから教育改革の面では、学校教育の基本的な理念や方針は伊藤博文の考えに基づいているのよ。まとめ。彼の政策とその影響は、現代の日本社会にも続いており、その重要性を再認識することは我々にとって大切なことだと言えるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。